おはようございます。黒バラ軍団のリノです。本日のターゲットオールはベラジオ大東店さんです。朝の抽選入場の結果、300人ほどの中で268番でした。で、本日の立ち回りなんですが、前にこちらのホールさんに、実践の方させてもらいまして、その際に得た、傾向ですね、そちらをもとに本日朝一から立ち回るんですが、特に行きたい機種窓マギ絆の方、そちらの方が僕の番号が取れない可能性が高くなってきますので、その際は、リセット状況を見ながら臨機応変に立ち回りたいと思います。で、前回 E ランクで1勝してますので、本日も勝って早くランクアップをしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。おはようございます。まずもう回転から5分で多分リセット状況とかね、見られてる状況高いんで、花火は開いてってゴッドが満席ですかね。とりあえずこの番号なんで、鉄拳を押さえて周り状況を見に行きます。設定がやっぱり期待できるお店なので、朝一番号が早ければ、メイン機種だったり、前回の傾向をもとに行きたい場所、行きたい機種があったんですが、もちろん、まあ、埋まってますよね。絆も満席、まあ、窓マギも無理ですよね。それはあと今日に関しては、少数機種、うわ結構埋まって、今もう花火だけ埋まってますね。まあ、前回までバラエティまあ見て、バラエティ前立腺だったんですけど、こちらの背置きですね。なのでこちらの方もそうですね。今日はバラエティに関してはそこまで前立腺かかってないかもしれないんで、ちょっと見れるやつだけちょっと学級判別します。ちょっととりあえずこれ回します。ちょっとすぐ動きたいので行きます。何で私がいないの。いや多分学訓してないかもしれないので、今ちょっと私がいないと盛り上がれないよ。朝前回とちょっと傾向変わってるんで、ちょっとですね、一回動きます。さあ行こうか。いやこれで、ね、前代ストラダスも背泳ぎっぽいので、この前と全くちょっと状況変わってるんで、まあちょっと打たないんですけど、リセット判別だけちょっとガックンチェックだけちょっとしてきます。ガックン、ガックン、今3台見て3台とも枠なんで、ジャグラーに関しては全リセット、まあ、朝一大体の状況リセット状況だったり見たんですけど、前回に関してはほぼ全リセの状況だったんですが、本日は少数機種3台だったり4台には背置きの傾向が多いので、まあ、メイン機種は今のところかかってるかなという感じはするんですけど、まあ、前回とは立ち回りも、まあ、お店の見方もちょっと変えないといけないので、まあ、これから時間かけながら、どんどん攻めていこうと思います。窓間際は朝一ちょっと当たり早いですね。全部半分以上も当たってますわ。このアラジエス2なんですが、当日ノーボーナス455ゲームで僕が朝一アラジのこうコーナーですね、そちらの強気の台が多かったので、こちらの酔い腰で836ゲームで、酔い酔い腰なら999ゲームになりますので、こちらの天井狙いで打っていきたいと思います。その中全長来てるので、
返したらこれもう天井の演出かもしれないです。赤文字828ゲームあって、今度は門が降りてきた。金文字で、ここで確定と。すいません、ラクダ取り壊したのに、すいません。ここでボーナスなんで、天井831ゲームでボーナス、アラジンでボーナスと、これが天井到達ですね。投資の方が16本、これで1個目と。ここでレア役と。ここで2個目。3個目。3個でした。ちょっと少ないです。トータル100枚で宝箱3個と。2個だけだったのでアラジンスーパーアラジンチャンス12ゲームスタートですね。ちょっと行きますね。なのでちょっと頑張って伸ばしたいと思います。いやあ、ちょっと暑い。お願いします。いやあ、危ない。継続と。またラスト1ゲーム。これは危ないですね。はい、2セットで、24ゲーム80枚の獲得で終了です。それで残り、49ゲームからですねスタート。このアラジンチャンスは、296枚獲得で終了です。やめて次の台を探していきたいと思います。400のゾーンまで打てると思います。ただこの台は373ゲームでやめて次の台を探していきたいと思います。このバジリック絆なんですが、当日、9回ですね、ボーナス9回で、AT のバジリックタイムの方が朝一1回目と3回目、あと次が1回目と、ハザードにも良好なの でこちらの方がまだボーナスが悪くてやめてってる可能性が高いので、こちらの方バジリック実はですね絶対判別していきたいと思います3ゲームチャンスリプレイ。145ゲームあって、149ゲームバジリックチャンス、今週の方が18本バジリックチャンス確定。狙え中赤、おぼろできます。チャンスリプレイ1回、いかつくぞ。未来のテリトーム
ナビス。このナビいただきましたね。多分交番からの長ビシですかね。31ゲーム、バンテクシャンス3点。たぶん、両手で昇格した可能性は白なんで、またおぼろできます。なんもいけなかったですね。第2までのチャンスアップ。これいましたね。攻撃での当選ですかね。BC3 回目ですね。自分では2回目でバージョンタイム。このストック欲しいですね。
各道具で終了です。さあ、勝つぞ。さあ、ギアドバなんで投資のちょうどまくりした感じですね。適切な方角と今さっき膝ばっかりだったんですけどね、ちょっともったない。なんかチャンス来ましたね。いただきました。リプレイからですね。アキレスチャンス確定。狙い中ポイントです。チャンス中中
スタートできたんです。今揃ってる可能性ありましたね。小物だったのでごめんなさい、すいません。これちょっとどうなったかわからないですけど、もしかしたらストップされてるかもしれないですね。はい、それではワイルドナイトストップ2個以上、さっきの同族中で何かでストップしてますね。今チャンス目引いた
たんで、もしかしたら無双もう少し期待できますね。さっきのね、本当に高額上がっててくれればね、本当に大事なんですよ。ここあーダメ、良くなくて、まだこの台車も判別わからないんですけど、
一旦周りの状況を見て、期待値結構高い台があればそちらに移動したいと思うので、一旦周りの状況を見ていきたいと思います。周りの状況、もう一度見てきて、やはり期待値ある台だったりとか挙動が良さそうな台は空きそうな気配もないので、この台今 PC4 回スルーしてるので期待値、少なからずありますし、まあ、1回、まあ、設定判別も兼ねてなんですけど、もう1回 PT、つながるまでは打っていきたいと思います。
107ゲーム707枚のパックの終了です。ではこの回 AT の終わって、ドドのそこまで見れてないんですが、強い要素そこまでないので、出玉覚悟できましたし、この回はやめて救済を探したいと思います。めちゃくちゃいいですね。あーオールっぽいな。これとゼニー型がなんかオールっぽいような気はするな。まあ今バジリコ絆をですねやめてから1時間ぐらい剣の方に回ってるんですけど、まあやはり期待値高い台だったり、まあ設定が良さげな台、虎の方も悪気合いもなく、やはり波動の方がかなり上がってるので、まあ少し時間としては早いんですが、本日は実戦の終了させてもらいたいと思います。すいません、ありがとうございます。獲得枚数はこちらの方でした。お疲れ様です。実戦の方終了しました。本日の立ち回りなんですが、前回こちらのホールさんにお邪魔させてもらった際の経験をもとに朝一からリセット状況を見たんですが、前回とは結構状況は変わってて、その中で酔い越し以来設定狙いに切り替えながら大量デノも獲得することはできたんですが、ホールさんの状況の方がかなり設定状況ですね、かなりよく自分としては設定をつかめなかったことを反省点として、次回ですねこちらのホールさんにお邪魔することができたら、今日みたいな傾向を加味しながら立ち回っていきたいと思います。で本日の結果なんですが、投資の方が846枚、回収の方が3007枚、3枚数の方がプラス2161枚でした。本日 E ランクに2連勝することができ、次回向かって早くランクアップしていきたいと思いますので、引き続き応援の方をよろしくお願いします。